こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は、Amazon 輸出のサポートですね。これ、わからないことがあったら、Amazon に聞けばいいんじゃないか。自分で情報を調べれば大丈夫じゃないか。そう思ってですね、サポート、転売アカデミーのサポートを受けずに、Amazon 輸出取り組む方いらっしゃるんですけど、脅しじゃなくて実際うまくいかないです。で、どういうふうにうまくいかないかですね。こううまくいかなかったという、たまたまブログ記事を発見しましたので、その記事をご紹介します。これ会員さんでも何でもなくてね、たまたまその同じような症状を、検索したら出てきたんで、やっぱ苦労されてるなってことで、ちょっと解説します。まずこの方ですね、不用品を Amazon でマーケットプレイスで売ろうとしたと。で、アカウントを登録しようとしたんですが、できなかった。できなかったというか、最終的にはできたんですけど、すごい何度もね、10回ぐらいサポートを使って、結局はね、サポートは役に立たなかったという顛末です。で、その事例をコピペしてですね、そこに太字で私の解釈を入れます。で、マーケットプレイス登録時にログインできなくなっちゃったと。ね、メールアドレス入れたけど登録できなくなったということですね。まずこの方、小口で登録したんですけど、大口、小口とありまして、Amazon の場合ですね。そもそも、小口登録者に全く力を割いてないんで、バグが非常に多いです。で、Amazon はね、大口の方がいろいろ便利に、売りやすく便利にできてますんで、大口で登録した方がいいです。で、大口で登録してね、月会費がもったいないという場合には、小口に直すというのはいつでもできるんで、初めは大口で取引をすると、無用なエラーが減ると。ね、この方の場合はそもそも小口じゃなくて大口で登録したらこの苦労はなかったんですけど、それがね、初めの選択として会費かかんない小口で行こうってのはよくありがちなんでですね、これ自分で調べる限界かなって感じです。転売アカデミーはもう初めから大口で登録することをお勧めしてます。で、結局小口で登録して入れなくなっちゃったんで Amazon に問い合わせをしたと。1回2回3回4回登録してます。で、まだまだね、問い合わせするんですけど、ここでね、Amazon からの指示、Firefox を使えっていうのが出てきました。これね、Amazon のシステム開発者は Firefox を使ってます。で、Firefox で開発と検証をして、で、Chrome とかね、Safari とか、Internet Explorer も、一応検証はするんですけど、極端に検証の、回数が少ないっていうか、本当に検証してるのかなって程度しか検証してないです。だから、Firefox を使った方が基本的にはバグは少ないと。できるだけ Firefox を使ってください。それからね、5回目。ね、5回目で、状況はそもそも変わらないと。ね、で、これね、多くの、方が勘違いしてる部分なんですけど、Amazon のサポーターだからね、Amazon のトラブルに強いというふうに思ってらっしゃる方が多いんですが、そもそもサポートする方、おそらくね、セラーセントラルとか使ったことある方いらっしゃいません。仕事ではこうしてください、ああしてくださいって言ってね、やってますけど、おそらく自分では売ったりしてることはないです。だからね、当然、見りゃわかるようなもんだったら解決するんですけど、なんでこうなったかわかんないようなものは解決しないというのが普通のサポーターの限界ですね。で、7回目のメールでね、できないことを要求されると。これもよくあります。ね、セラーセントラルにログインした画面をよこせと。ね、エラーがどう出てるか画面をよこせって言ってるんですけど、ログインできないのに画像が送れないと。これよくありますね。こういうこともよくあります。なぜなら、詳しい方がサポートしてるわけじゃないのか。で、8回目、9回目。ね。で、今度は、もう、諦めたと。この方、粘り強かったですね。でも、さすがに心が折れたようです。でも、ね、その、諦めるメールが来た、その直後にね、見当違いのメールだったんで、もう少し待ってくれというメールが来たと。ね。折れたと思ったら、また復活しましたね。で、10回目、11回目メールでやり取りして、でもういい加減にしろと怒ったメールを送ったと。で、これね、アカウント登録して入れないというトラブルなんで、アカウントこの方まだ持ってないしね、売り上げもないし商品も入ってません。FBA に入ってません。だ
だから問題なかったんですけど、FBA に商品が入ったりね、売り上げ上がった後にサスペンドされたりした時に、このやり取りして埒が明かなくて、激怒のメールを送ってね、で、逆ギレされてアカウント削除されるってね、よくあるパターンです。これね、どっちがいい悪いじゃなくてね、相手が怒って削除されても問題ないのかどうかをよく考えて質問する必要があります。正しいとか正しくないってあんま関係ないですね。正直、この Amazon のサポーターの方は、売上がいくら減ろうが関係ないと、ね、逆に生意気なやつはギャフンと言わせてやろうというね、傾向がありますんで、下手なことは、ね、言わない方がいいです。で、結局ね、ほとんど役に立たなかったじゃないかと。先ほど言ったように、小口をやめて大口で登録したらあっさり解決したと。そもそもね、小口でうまくいかないから大口にしようかなと思えば解決してましたし、万が一、転売アカデミーの会員さんだったら、もう初めからこうなりましたと言っていただいたら、確認してですね、じゃあ大口でもう一回別なメールアドレスで登録しましょう。ということで、問題なく解決してた事例です。この方は9月7日にね、問い合わせをして解決が10月30日。超粘り強いですね。で、普通の人はね、こんな十何回もメールやり取りしませんし、こんだけ根気よくね、やり遂げたりしない。この方はね、コマトの PC ブログというブログを書いてる方で、情報を発信してる方なんですけど、はっきり言ってインターネットのスキルはおそらく高いし、粘り強い方なんでしょうね。だから、こういうふうに、こういう同じ目に遭わないようにということでね、まとめとかこの記事を、出してくれてますけど、実際問題、初心者だったら2、3回メールやって折れると思います。ですからね、正しく使えば儲かる Amazon 輸出、なんかで拍子でバグに入り込んだり、ちょっとしたことでわかんない時にですね、無料ブログの情報を集めたりとか、Amazon のサポートに聞いても問題は解決しないです。そんなわけで、初心者の方は自力で稼ぐのは厳しいんでですね、転売アカデミーの Amazon 輸出サポートをお使いになることをお勧めします。まずは、このメルマガね、無料メルマガで Amazon 輸出無料セミナーをご覧になってみてください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。